なぜ武井壮をキャスティングしてくださったのかっていうのはテレビで拝見してる時、岡本に似てるんだよなってずっとちょっと会いたくなってくるな、岡本監督なんか匠君ってやるのも初めてだし、岩井さんとはもうお会いしたこともなかったし自信満々な状態よりはなんかどっか不安だったりとかっていうのを意外とそういうところを観察してやっぱりあの映画に取り込んだりするんですよ。あそうなんですね。いやどうもあご無沙汰です、監督よろしくお願いします。よろしくお願いしますはい、いやいや、この間はあの試写の時にお会いしましたけれども、ありがとうございました。ありがとうございました本当に、はあ、今日本当はねあの直接お会いしたかったんですけどねえ、ねえ、まあ、ちょっと残念ですけど、残念で、ええ、いつかあのぜひあの私の自宅にもいらしてください。そうですね本当に、はい、ね、本来は僕の自宅でやるつもりだったんですよね。そうなんですよ、まあ、ちょっといろいろ僕あの昨日結構撮影とかもあって、はい、うん、まあ、あのいろいろ厳重にはねやってはいるんですけど、はい、なかなかあれですよねまあそうですよね、 100% の安心みたいなことにはね、ね、なかなかならないですからね本当に。まだコロナバイルスバクシンがね、うん、そうそうバイルスバクシンがまだバイルスバクシンがまだちょっと届いてないもんでそうなんですよね、はい、今回あの映画まず映画のことちょっと聞いていいですか。はい、監督からするとあのこんな携帯とかズームとかを使って撮影するっていう監督にとっても初めてだったんじゃないかなと思うんですけど。そうですね本当にそうですね。実際やってみてこう今まで撮った映画とのこう全然やっぱり違いがあったと思うんですけど、どんな風に感じてらっしゃるんですか。そうですね、普通だとやっぱりあのカメラももっと全然ね大きいですし、まあこう大掛かりにもうちょっと大掛かりになるんですけど、なんか逆に学生時代の時にあの8ミリフィルムのカメラで映画撮ってたんですよ。はい、なんかその時の感覚にちょっと近かったかもしれないですね。ああそうなんですね。もうほんとちっちゃなカメラで撮ってた時代があって、あなんかちょっと懐かしいような、うん、懐かしさも、ね、ありましたね。へえ、うん、そんな感覚だったんですね。出来上がった作品を見ての岩井監督の感想っていうのはどういう感じなんですか。なんかすごい愛しい作品になったなっていう、はあ気がしますね。なるほど、うん、なんかどの登場人物もチャーミングでなんか武井さん含めありがとうございます。すごい素敵な映画になったなっていう。わあ嬉しいな、そうですか、愛しいっていう表現になるんですね武井さんいかがでした。でもなんかこう奇遇ですけど、僕もなんかあのエンディングまでの10分間ぐらいを最後にふわーっとこう見て、で最後にあの小泉さんの曲が流れるあたりから、そのそれまで起きてたこととそのなんだろう、マスクとあのワクチン、成人が残したワクチンと怪獣が育ったマスクっていうのを見て、であの曲流れた時にそれまでの過程もこうなんかちょっと愛しいような、そういう感覚にとらわれたので、うん、なんかあながちこう自分の捉え方も間違ってなかったのかなと思ってすごい今の聞いて嬉しかったんですけど、ね、こういうコロナって大変な状況に2020年になったわけですけど、はい、なんか今までちょっとぼんやりこう、ね、日々そのまあ平和慣れって言うとあれですけど、やっぱ少しこういうことが起きて、あやっぱり自分たちがこう暮らしてるこの地球ってやっぱ愛しいんだなっていうのはね、なんかいつもの年より強く感じやすい
ところあるかもしれないですよね、誰にとってもね。はい、なんかこうなってからの、あの我々の生活もなんだかんだこう弱いながらもみんなで守ったりとか、あの努力してこう立ち上がろうとしたりとか、いろんなこう思いが見えて、そうエネルギー的にはもしかしたらこのあと人類増すんじゃないかななんてちょっと期待も持ったりとかして、なるほどね、はあ、なんかそんな思いをあの感じさせてくれる今回の映画が、それが結構この映画でもきっかけになったんで嬉しかったです。僕はもう出られて、とにかく なぜ竹井壮をキャスティングしてくださったのかっていうのは非常に興味深いところなんですけど、はい、本当にあの前もちらっとあの話したと思うんですけど、あの僕 の,、まあ、あの大学時代の本当にあの一緒に映画作ってた後輩がいて、ああ、はあ、で本当に料理人されてるんですよね。そうなんですよ、あの、はあ、せっかくなんでちょっと長い話をするとですね、はあ、彼はあの大学時代にあの映画の賞も取ったりして、すごいね才能のあるあのフィルムメーカーだったんですけど、はあ、で何を思い立ったのか、あの、香港に渡ってですね、でなんか香港独立を映画にするんだっていう意気込み で行って、まあとはいえ生活しなきゃいけないんで地元 の,、はあ、あの寿司屋の店員をやってたんですよ。ああそうなんですか、で僕がスワローテルっていうあのなんかロケハンとかで香港回ってた時に、ばったり会って、そのまあそいつ岡本っていうんですけど、岡本お前何やってんだっていう、そしたら寿司屋の店員やってますっていうですけど、まああの本当は映画撮りたいんだってことで、ちょっと変わったやつなんですよね。でその後タイの女性と結婚してタイに渡って、でそこであの居酒屋を開業して、なるほど、で最近そこの店を閉じて、なんか新しいレストランを立ち上げるっていうんで、そこの、まあ、立ち上げに立ち会って、でそしたらあの急にあのクビになってしまってですね。あれもう台本の通りなんですね。そうなんですね、まああの急に四川料理変えるっていうのは僕のちょっとアレンジなんですけど、四川料理一本にしたいっていやこれはマジかよと、自分で振った店ももう売っちまったしさ、このプロジェクト一本にかけちまってたからもう八方下がりになっちゃって、で4月に東京戻ってきたわけですよね。ちょうどそこでコロナで、でまああのいろんなお店のまああの厨房で働きたいということで面接受けたんですけど、今度お店がどん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 閉まっていってっていう、はい、今度はコロナでその店も閉まっちゃったんだよ。うーわきつっていう状況に陥って、まあ僕の方でもまあいろいろ支援してるたりしてる時に、あのちょっと自分と彼との間で今、その岡本とそいつに起きてる今を映画にしようじゃないかっていうところがあってですね、で俺映画にしてやるよみたいな、っていうことがあって、あのだどっか自分とのこうコラボレーションというか、あの一回学生の時にあのそいつとあのコラボした映画があって、もうねどっか行っちゃったんですけど、それもまた変な映画で服部野球選手事務所っていうなんかあのフリーの野球選手っていうのを、まあ、面白い創作して、はいはいはい、でいろんなあの実業団系のなんかこうとか草野球のあの助っ人に派遣業務の面白いですね。そう設定が面白い。今考えるとね、割とありえそうな、なんか僕出れそうな感じですよね。そうそうですよね。でその当時はもうそんなのいないよねっていう、でそこになんかあの取材がやってきて、でなんか喧嘩になっていくみたいなね、変な話でしたけど、なんかそれを共同監督した友達で。
じゃあ、まあ、まあ、若き日の戦友みたいな感じでもある。そうですね、うん、うん、でその彼がまあ、あの、なんとなくあの武井さんといやや面影とかあのああなんかちょっと似てるところがあって、ああそうなんですね、ずっとテレビで拝見してるとき岡本に似てるんだよなってずっとうわちょっと会いたくなってくるな、うん、岡本監督そうだったんですね。そうなんですよ。でまあそんなこともあって、ああちょっと武井さんにお願いしようかなっていう話をポロッとしたら、ああ、はい、うち の, あの水野プロデューサーが、はい、あれ私もなんかあの武井さんで考えてたんですよって言って、うわすごい本当ですか、あら、まあ、あの水野プロデューサーはあのもちろん岡本知らないので、はい、あのただ台本のイメージから、はい、あの武井さんを想像してたっていうんで、はい、こうそんなことあるんだねっていう、じゃあもうこれはもう、うん、ちょっと武井さん聞いてみようってことで、うわよかった。不安だったりしなかったですか？僕ほらあの、まあ、言ったら本職が俳優とかっていうわけでもないし、うん、あのまあなんか百獣の王とか言ってるタレントを自分の作品に出すということに関してこう特にオーディションがあったわけでも何でもないし、うん、なんかまあ、まあ、武井さんで大丈夫ってこうなんか思ってもらえたきっかけは何なんだろうなと思って、すごい不思議な思いをしてたんです。まあ、今の武井さんもねそうですけど、あの百獣のガオってやってるキャラとちょっと違うというか、なんかちょっとこうシャイな、なんかこう、うん、少しアウェーなところにねあの来ると人って少しシャイになるじゃないですか、うん、なんかそのシャイな感じっていうのが結構あの多分自分の僕の作品では非常に重要な要素で、うん、なんかあのなんだろうあの結構 そこになんかあの見るがあってなんか素顔、うん、それが本当の素顔なのかわからないんだけど、あの、はい、そういう多分今あの映ってる武井さんに多分今見てるあの視聴者の方はきっと、あ武井さんって意外と素顔がシャイで可愛いみたいな、そうなるんでしょうね。うん、なるんですよね。確かにタンクトップ着てあの動物倒せる時とは全く別人ではあるなとは自分でも感じる。そうなんですね。ね、うん、そんな風にやっぱ見られてる、まあ人っていろんな面がねあって、どれが本当か分かんないわけですけど、はい、なんかちょっとはにかんだりこうちょっとなんだろうな自信満々な状態よりはなんかどっか不安だったりとかっていうのを、はい、ね本当に人ってすごいこう顔色を見るその情報量ってこうとんでもないと思うんですよね。はい、いやそうですね。まあ、ちょっとあの余談になりますけど、あのちょっと映像の話をすると、はい、こう映像技術って、うん、なんか例えば色の三原色とかあって、うん、まあ、赤青緑っていう、はい、まあ、光の三原色を混ぜてカラー作るわけですけど、うん、均等じゃないんですよね、うん、その肌色に割り当てる情報量がめちゃくちゃ多いんですよ。どっちかっていうと化粧品のファンデーションとかの あの、はあ、カラーチャートってほとんど肌色で、はいはい、端っこにちょっと緑とかなんかちょっと濃淡あるぐらいの、はあ、だそこに相当な量を割り当ててるっていうか、はあ、はい、でそれってなぜかって人の脳がそうだからなんだそうなんですよね。へえ。だから青とか緑にいくら、はあ、割り当て多くしても人間の脳が識別できないみたいで、ほー、ところが肌色の方っていうのはすごい敏感に顔色っていうのをこうそこからいろんな情報を読み解こうとするんで、人間のセンサーがそこにすごい反応するってことなんですか？そうなんですよね。だから実はまあ僕らの仕事ってまあそれを使う妙味なので、なるほどすごい顔色が大事ですね。例えばライティングとかも
やっぱりその顔色がちゃんと見えるようにっていうか、その顔のデリ、顔色というか顔のデリケートな部分がちゃんと分かるように、じゃあどうしようとかいう、そこでセリフには出てない感情みたいなものがプラスオンされるっていうことなんですね。そうですね、うん、とかいろいろ、まあちょっと話が思いっきりそれで どっから来た話でしたけど、楽しいです、僕は勉強になって楽しいですなるほどって思いますね。そうです、あ、そうだから、あのそういう意味でなんだろう、あの今回ね、あの斉藤匠さんと武井さんがこう、はい、ズームでやり取りしてる時のこう、こう2人のなんだろう、微妙な、匠さんもね結構こうくつろいでなんかね、あのひげも生やしてたし、はい、うん、なんかイタリアの男性みたいにこう結構常にセクシーポーズでしたよねそうでしたね、ね、であとなんか匠くんは一番やっぱり長く回してるからうん、こうどんどん映像に慣れが出てきて、うん、あのやっぱりなんかあれでしたよね、ちょっと僕が、うん、僕が序盤ちょっと硬かったんで、あの匠くんにちょっとついていこうと思ってちょっとペースを上げたんですけど、うん、おい、お久しぶりです。久しぶり、元気ですか？いやバカ野郎、なわけないだろうですよね確かにリラックス度もね、すごいリラックスしてるんですよね、なんかそうですね、ちょっとね、うん、いい感じでしたよね。あ、もう僕は僕でもうなんか匠くんってやるのも初めてだし、うん、あの岩井さんとはもうお会いしたこともなかったしこの画面上でお会いしてそのまんまもう、はい、あの本読みしてそのまんま本番GO だったんでちょっとなんか緊張とかっていうよりもバラエティとか出る時もあの、うん、全部そうなんですけど、やっぱりこう今何が必要なのかなっていうのをすごく判断する時間が多いので、うん、例えば VTR 見てる時に VTR 降りたら何を言うべきなのかとか、あのやっぱりその今やってることをやってる時っていうのは次に何が必要なのかっていうのをずっと基本的には考える時間なんで、僕らこうおしゃべりを商売にしてる人間は。そうですね。バラエティマとのそのね、あの掛け合いと違って、こう映画的なというかこうドラマ的なアドリブが入ってても掛け合いって、はい、やっぱ違いますよね。なんかあのこう一つ一つに変な話、こう普通の日常会話って一つ一つの会話にやり取り意味がないからあんまり、ああ、うん、だからね、あれをバラエティのバラエティ番組とかのオンエアで、うん、あのゆるさで やってるとちょっと成立しなくなっちゃう不思議な番組に なるんでしょうね、きっと。まあ、ああそういうのないわけじゃないんでしょうけど、バッサリ落とされる可能性もある緊張感というとちょっとやっぱ、ね、スタジオでこう、うん、コメント振られるとかっていう緊張感もきっとすごいんだろうなと思うんですけど、でも僕はもうそっちの緊張感にはもう完全に慣れがあってというか、もうむしろ緊張感というよりも なんとかもうより良いものっていうなんかこう、なんか意気込んじゃう時があるんで、それをなるべく意気込まないように言えないかなっていうのが今のテーマなんですけど、意気込んで面白いこと言うと全然ウケないんですよ、やっぱりね。ああなるほど、はい、なんかポロリと面白いこと言うと本当にこう刺さったりするんですけど、そこはバラエティとやっぱりちょっと違いがあるなっていう感覚ありますよね、なんかね。さっきあの岩井監督にそのなんかシャイさがっていうこととか、うん、そういったところが重要なんだってお話いただいて、すごく僕の方の仕事にもあの通ずるところがあって、僕らもこうあんまり慣れすぎて堂々としちゃうとやっぱりこう可愛げがなくなるんですよ。そのバラエティの現場でもこうやっぱ毎日のように何本も出てて当たり前になってきて、こう緊張感なく堂々としちゃってふてぶてしく喋っちゃうとすごく愛されなくて、なんかどんな面白いこと言っても愛してもらえないが出ちゃうんですけど、なんかそういうところにつながるなんか感覚みたいなものがこうあっての言葉なのかなってさっきすごい感じました、ね、だからやっぱり慣れがないんでこっちのこの
フィルムを作るとかっていうところへのアクセスに対して僕に慣れがないから当然シャイにもなるし緊張もしてるし、あの真新しいものに向かってるんでできないことも多いからはぁって思いながらやってるところが、もしかしたらそういうところに監督がこう見てもらってるところにつながるのかななんてちょっと感じましたね。なんかね、いやこれ本業にもちょっと生きる感覚だと思います。なんか、はい、でもあの武井さんね、あの YouTube でも共演されてたあの朝倉兄弟とか、はい、あの、はい、今あの格闘技の注目されてる選手って、うん、みんなそれぞれにこう、うん、シャイな目を持ってますよね。なんかいやそうですね。ね、特にやっぱり今人気のある朝倉未来くんなんかは特にすごいシャイな部分があって、声ちっちゃいですもんね。声もちっちゃいし、あの発言もちょっとずつネガティブなんですよ。うん、やっぱ全前向きな発言がほとんどなくて、うん、でもなんかその辺がこう多分あの人気を支えてるって言ったら武骨な感じと不器用な感じとシャイな感じが混ざってて、なのに戦わせたらめちゃめちゃ強いっていう、ね、そうですよね。強烈な自己主張と強烈なこうなんか自我の引きがあるんだなっていう、あ面白いバランスですよね。そうですね。あの声がなんか、うん、声、あのちっちゃな声がなんか聞こえないんだとお前が寄ってこいよみたいな、なんかね、もう俺はこれ以上声出さないよっていう感じの媚びは一切ないですよね。しないっていうあれね、なかなか聞いてもらうみたいな、ないっていうあれなかなかできないですよね。うん、ああいうだから意外とそういうところを観察してやっぱりあの映画に取り込んだりするんですよ。あのあそうなんですね。あ面白いなっていうね。なんか例えばある悪役作るときに、はいはい、ねウォーってんじゃなくて、はい、うん、殺し屋とかね、あのぐらいのトーンでやられたら超怖いよなとか。確かにそうですね。暗殺者はああいうぐらいだとちょっと怖いですよね。そうですよね。何の言うことも聞かなそうですもんね、本当ね。何の許しもない、余地のない殺人者になりますよね、なんかね。え、うん、ああそういうことなんですね。そうですね。だ面白いな。僕闇金牛島くんとか原作とか大好きで、はい、あの原作の漫画家さんとも、はあ、あの交流があるんですけど、はあ、うん、意外と牛島をやらせるってすごい難しいんだよなって、はあ、思ってたんですけど、あの山田孝明さんもねやってて、はい、まあ、あれはあれで味なんですけど、はあ、やっぱちょっとあのコミックの方とはやっぱり少し、うん、ちょっと違うというか、はいはい、やっぱ山田版 の, あの、うん、山田孝明が引き寄せた、はい、なんだろう、牛島だった気がするんですけど、はい、うん、でも何か朝倉さんを見ると、何か朝倉未来さんを見るとちょっと重なって、その牛島も強烈なシャイさがありますもんね。何かね、そうなんですよね。うさぎ飼ったりして、あ絵なのにシャイさありますよね。あれね、うん、何なんですかね、あの一人でポーンって立ってる絵をよく描くじゃないですか。背景があって、センターに牛島くんがポーンって立ってる映像でどっか向かってんのか分かんないですけど、そういう漫画のコマが結構あるんですよ。そのコマだけでシャイさがちょっと出てんですよね。なんか目線なのか体の向きなのか、ね、ちょっと前かがみ気味の、なんかあの絵であれ出てるってすごいですよね。いやなかなかすごかったですけどね。なるほど。だから ちょっと覗けた気がします、うん、監督の作品作りの頭の中ちょっと覗けたような。でも本当格闘技僕好きで、はい、昔からボクシングとかちょいちょい見てて、最近 の皆さん の朝倉兄弟とか那須川天心さんとかタケルさんとかの試合とか、なるほど、結構、見ますね。そうですか。明日の僕と那須川天心が対決してる動画が上がるんで。あ、本当ですか。おお。どうでしたと那須川天心。これ天心はやっぱり本当に天才的というか、もう猛烈な努力を積み重ねて、うん、もうとてつもない数の反復と本当にその打撃の検証と実践を繰り返して。
もう幼少期からのその積み重ねがあっての今なんで、もう天才っていうのは本当にふさわしくない言葉だと思ってて、すごくあの年なのにすごく磨かれた、まあ、打撃を相手に当てるということに対してのフィジカルの能力と、あとそれをあの他の選手よりも高速で情報を処理して伝達して実践するっていうことに対するあのちゃんとした自我があってあれを行ってるんで、決してこう天才的な持って生まれたものとかっていうものじゃなくて、自分の中で意識してそうこうすれば勝てるっていうシステムを構築してるので、すごい優秀なアスリートだなっていう印象を受けます。はあ、はい、だからみんなが見てる那須川天心像とはちょっと違う見方を僕はしているので、なんかすごく、はい、精密にできたあの格闘技の、プログラミングが体の中にされている選手だなっていう印象ですね。朝倉兄弟もそれに近い感じしますね。あ、はい、タイプは違うんですけど、でもやっぱ子どもの頃からやってるっていうのが大きいんですかね。そこ、あ、まあ子どもの頃から ある程度正しい、あの正しいというか、あの勝ちにつながりやすい方法でそれをマスターしてるっていうのが大きいと思います。あの子供の頃からやっててもそれが勝ちにつながる道とちょっと離れたものをずっとやってると、いくら早く始めててもいくら練習量やっても勝てない人はいるんですよ。で後から始めてもその勝ちにつながりやすい能力だったりタクティクスだったりそういったものを持ってるというか、そういった道に沿ってこうたくさん積み重ねてる人は結構そうスッと早く伸びたりもするので、やっぱりあの正しく必要なものをたくさん積み上げるっていうのがやっぱりスポーツの全ての極意だなっていうふうに感じますね。はあ、走り出したら10秒ぐらいで疲れてやめたくなるんですよ。なこれそれが不思議でしょうがなくて、だからあの武井さんのお話をいろんなところで見ると、はあ、なんか割と同じ考え方だなと思って、すごい進化してるなと思って、バックグラウンド全然違うのによ。このままでいいと思います。え、どうしちゃったの？人類ってこんなもの。え、そういうこと？8日で死んだ怪獣の12日の物語。